約6ヶ月ぶりの再会。やっと会えました。お疲れ様でした。我们去哪里？新光三月啊。哦，你喜欢的新光三月。会有不用钱的东西啊。丸亀製麺に来ました。美味しいですね。絶対美味しいね。明太丼ば。そのエビ天ぷらは、食べるときは脂肪まで全部食べますか？私は食べない。私食べない。私の YouTube のビデオを見て、みんな全部脂肪まで全部食べ切りました。そうだ。綺麗に洗ってますから。2月17日、都市行って、帰るまで、今までね、この半年くらい初めて飲めるんですよ。いつ没有吃吗？ない。ご飯も3回だけ。为什么你是这样？肉と野菜で買います。我的天哪。好吃吗？美味しいよ。台湾で丸亀製麺食べるのはいいですね。最高。自宅にて。それ何買ったの？アップルストアの灯泡。灯泡？色は1006万以上の色があるんですよ。ライト？ライトよ、ライト。携帯からパワーアンプ、パワーアップできる人の。携帯のアプリからアプリダウンロードしてライトつけたり消したりできるの？そうそうそう。昔からずっと興味あるでしょ。ちょっと試してみて。これはアップルの電球だそうです。こんな感じか。高そう。値段は1個は690円でしょ。じゃあ試してみよう。すすかん。まず古いの。
じゃあここにつけます。本部に追加、うん、私はお前本部すごく強い、明るいからいいんだけど。消えた、ついた、消えた、ついた。色はすごい変わります。おあと色も変わりますよ、うん、これぐらいだったら明るいよね。ご飯食べるときは、食べるときはこれぐらい、うん、美味しそうな色。あ、温かい色にしてほしい。草の色があるんですよ、見て。例えば赤、今赤になったよ。ピンクか。よかったね。よかったよ。知らない間に買ったけど、よかったね。うん。あれ買うよ。本当に。よかったね。うんうん。買ったぞ。また次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。